ル移動線形のよもやま話。動植学科として活躍されていますスチル移動点検さんからいろんなお話を伺っています。スチル移動点検さんです。おはようございます。おはようございます。1月ももう1回ですね、はい、そうですね、もう3回目となりました。そうですね、もうでも本当にあのお話が面白くてすごく楽しみなんですが、ありがとうございます。今日はですね、はい、あの先週なぜ動植画を目指したのかというところのお話から、はい、まあ、動植画を目指すにあたって洋画ずっとあの油絵を描いていた、はい、その絵筆を捨てて、はい、絵筆を捨てて墨の筆ですね。そうですね、それで、まあ、やっていく、はい、これが、まあ、自分のライフワークだっていうことがありましてね、はい、でそれでやるんですけどもね、なかなかにこれがね、昨日まで鉛筆とボールペンを使ってて、まあやったところで木炭ぐらいだけど、はい、今日からは墨と筆ですよね、はい、でこれがね、島田さんね、筆をこう持つでしょ、ええ、でこう書く、はい、でまずこれを固定しないので、手を固定しなきゃ書けないんですね、ええ、鉛筆書きしてると。そうですね、ええ、でこの手を浮かせてまず筆だけにこう頼って、穂先だけに頼って絵をその文字を書いたり絵を書くっていうのはなかなかできない。よくあのドラマとか見ますと、はい、あの昔の方はこうそういえば手を浮かして、はい、浮かしてね、サラサラサラと書いてますよね。そのサラサラサラってこちらがそのイメージが先行するんですけど、ええ、技術がついていかない。いやそりゃそうですよ、今までボールペンでね、はい、これは私の弟子にも言うんですけれども、まず横棒を書け、こう横棒、右から左へ横棒、はい、で縦棒を書く、はい、次は横棒を横から縦へこう変則的につなげる、はい、で横から縦つなげたら斜めに、うん、要するに息が続けば続くだけうまくなるんです、うん、でこれは何度も何度も書かないとうまくなっていかないんですね、はい、で気がついた時には、書も金書も書けてたという、いやすごい、もちろん水墨も書けてたっていうことになるんですけど、まあもう簡単に言えばそうなんですけど、すごい、なんかもう何年分もはしょったんですね。そうですね、何年分もはしょったんですね。まあ要するに10年はかかりましたですね。いやでも周りの方たちが驚いたでしょ、はい、驚きましたしね、やっぱり読めない、私の手紙読めないけども欲しいっていう、はい、やっぱりそれが墨の文字の力なんですね。そうですね、あの本当にあの私も習字習っとけばよかったのに、習ってたんですけど、はいはいはい、途中でやめてしまいましたので、はい、あのこう今にして思えばあの墨でこう書いたはがきとかいただいても嬉しいですよね、はいはい、そうですね、で、まあ、もちろんその年賀状は読書するわけですけれども、はい、まあ書簡、日頃の書簡からメモからね、ちょっと何かメモを取る時も必ずその筆を使って書くっていう、でそのうち、まあ、中国に18秒っていう、その中国の長い歴史の中で18通りの墨の線の書き方っていうのがありましてね、18通りもあるんですか、鉄砂秒とか吸引秒とか、まあ、難しい話になりますが、まあ、みんなそれぞれバリエーションが違うんですね、書く雰囲気が違う、はい、それをまずマスターしようということで、ある程度その筆が使えるようになってくると、その18秒を今度は研究していくという、あのもう全て独学なんですか。全く独学ですね、まあ、そのよく私も聞かれるんですけども、あなたの師は誰ですかって言えば、それは富岡鉄斎であり葛飾北斎であり、中国の名だたる歴史的な画家であったり日本の雪舟であったりっていう、まあ、そういういろんなその我々の先人先達からいいところをこう勉強させてもらうっていうことですね。まずあの筆であの日常を過ごそうと思ったら習字を習ったのかなと思うんですが、はい、そういうことも全くされてなくて、してなかったですね、してないですね。筆の使い方も全て独学、はい、独学ですね、最初は独学でしたね、ただ非常に若い頃、小学校の低学年ぐらいから、前奏の墨跡はもうよく見てたですね、小学校の時から見てたですね、まあ、私の祖父がですね、はい、そういうのを集めてまして、祖父の膝の上へこう乗せられて、
これがその白隠の書だよとか、これが慈雲尊者の祖だよとかっていうのを教えてもらって、すごい字だなって、まあ、幼心に思ってて、で禅僧っていうのはね、別に書を、はい、処方を最初から勉強してるわけではないですね。あれは修行をした上で、一つのその上力、己のこう境界の力でこう書き上げるっていう、だからその力を持つ。私はね、書家にはなろうと思いませんでしたし、はい、どういうんですかね、書家で、うまくこう書けても私の目的は達しないと思ってましたから、だから、処方を勉強するよりも、はい、何よりもその出来上がったものがどれだけの力のものかっていうのを、まあ、精神性の強いものですね、はい、それをこう勉強していくっていうので、やっぱり先ほども申し上げたように10年ぐらい時間がかかりましたね、はい、でもあの今までこう筆で全てのものを書いていこうと思うと紙がまず違ってきますよね。そうですね、紙もね合わせて、全く例えば、麻紙であるとかその画線紙であるとか、はい、っていうのもあって、まあ、その10年間のうち私が非常に馴染みやすい紙が、まあ、1、2枚見つかったという、それが、まあ印州和紙ですね。印州ですから山陰ですね、はい、山陰で好かれる和紙が非常に私には合ってるって思いまして、はい、今でもそれは使ってますけどね、はい、じゃあ生活の中でメモを取るときも全て和紙。和紙ですね、和紙でっていうのは、これがね、あの画材屋さんとかがね、はい、まあ、これ言っていいのかな、画材屋さんが紙をこうお商売されるのにサンプルを送ってきてくださるんです、はい、それがね、いろんな種類の和紙をこうホッチキスで留めて、ちょうど書きやすいメモぐらいの大きさ切って持ってきてくださる。でそれをだからメモ用紙にしながら、時たま、あ、この紙いいかもって考えながら、なので、そんな感じでしたね。でもあの普段こう出歩くときに墨を吸って書くわけにはいかないので、はい、あの筆ペンですか、矢立てっていうのがありましてね。 ありますね、はい、矢立てっていうのは非常に便利なもんで、まあ、古い方はご存知だと思いますけれども、はい、あ、島さんが古いって言ってるんですよ昔の私の祖父なんかの代の人はやっぱりちょっとなんかこう絵心ある方は矢立てを、はい、使っておられましたし、私もそれはある時期凝ったことがありますね。今はあまり使いませんけれどね。でもあの七類堂さんのこう周りの方はその筆で書いた文字を読まなければいけないので大変ですね。大変だと思いますね。だからこれ何書いてるのとか、はい、人によってはわざわざ持ってこられてね、読んでくれって言われる方もいらっしゃって、じゃあそのじゃあね、これ、はい、こう人間心理もあるんだろうけれども、はい、じゃあ読みやすいように次回から楷書で書きましょうかっていうと、いやいや崩して書いてくれってやっぱ皆さん言われるんですね、やっぱり、ね、それがどうですか、書簡、墨質、肉質、書簡のやっぱ魅力なんですね。私はね、巻き紙なんですよ、書くのはね、はい、巻き紙をこう書いていくわけですけども、巻き紙っていうのはね、島さんこう左手で持って順繰りにくりながら、右へくりながらこう筆でその上を背を書いていくわけですけど、はい、どうしてもねあれ、流れちゃうんですね、それで書いていくと、はい、まっすぐにすると、右に傾いたようになるんですね。そうですね、はい、これがねなんか即興的で非常に雰囲気ですね。あとはだんだん時間がこう詰まってくるんですね。言いたいことは最初このぐらいで済むかと思ったら、だんだん言いたいことが長くなって、だんだんこう時間が詰まっていくっていう、それもなんかこう即興的で美しいなと。もうそこからして芸術ですよね、はい、ありがとうございました、はい、また次回の話を楽しみにしております。ありがとうございました。道釈迦の七類堂天慶さんでした。